カミーユド・ソワイエクール。カミーユド・ソワイエクールは、フランスのカトリック教会カルメル会修道所。ソワイエクールは、ピカルディの裕福な貴族の娘として生まれ、1784年、パリ・ゲレネ通りのカルメル会修道院に入り、幼いイエスのカミーユと名乗る。1789年、フランス革命勃発、修道院は閉鎖され、1793年、 革命政府により投獄された。母は国死、父は処刑されたが幸いにも財産は国外に持ち出されたため、彼女に相続された。恐怖政治は、終わり平和が戻ると、1797年、政府に没収されていた男子カルメル会修道院を買い取り、減属していた修道院仲間と共に移り住んだ。しかしナポレオン・ボナパルト対等により、 平服での修道生活を余儀なくされた。ソワイエクールは財産を修道院復興に使い、1798年から1807年にかけてフランス各地の修道院を再建した。1813年、ナポレオン一世によって監禁されたローマ教皇ピウス七世に援助していたことが発覚され逮捕。厳しい尋問を受け、パリから追放され、 ギーズに退い1814年、ナポレオンが単位させられ、エルバ島に流されると、ソワイエクールはパリに戻り、数名のカルメル海士と共に、修道生活を再開した。しかし1815年、ナポレオンがエルバ島から脱出し、100日天下を始めると、修道院は弾圧、解散させられた。ナポレオン失脚後、ソワイエクールは、 ボジラール通りの修道院を再開。1845年、サクス大通りの一地区に移転させた。1849年、起点。去年91。1935年、カトリック教会によりソワイエクールの列服調査が開始された。ABC、カリットへの旅。P585、カリットへの旅。P586、カリットへの旅。 P587 ありがとうございます。